それでは、改めまして、ご紹介いたします。株式会社キャピタルアセットプランニング代表取締役北山正一さんです。どうぞよろしくお願いいたします。ええ、キャピタルアセットプランニング代表取締役北山正一でございます。よろしくお願いします。ま,すまず最初に、どんな会社か。っていう質問でお話しいただきましょうか。はい。はい、あの、私ども、え二、ー、つのビジネスがございまして一つのビジネスは銀行証券生命保険会社向けのシステムを提供すると。 特に私ども生命保険会社向けのシステムのインテグレーションというのが1つのビジネスで、です、はい、もう1つは、資産管理プラットフォーム、私どもウェルスマネジメントワークステーションという資産管理プラットフォームがございまして、その資産管理プラットフォームを金融機関に提供すると、それとそのシステムを利用しながら、実際に事業承継、財産承継コンサルティングをすると。 2つのビジネスが私どものビジネスでございます,そうです、ね、これ、画面出してもらうと分かりやすいんですが、まだ全然出てこないんですけど、頑張っておりますあれえと29年前からフィ,ナ、えーとえー、とフィンテックをやってきた会社。はい、あの1990年に設立いたしまして、はい、設立当時から FT と IT の統合と、ファイナンシャルテクノロジーのインフォメーションテクノロジーの統合と。 を私どもの、えー、企業ミッションとしていますあの今の言葉で言うとそれがフィンテックなのかなというふうに思っておりまき、えー、今日覚えていただきたいのは私の得意な証券コードはい出ます,す3965とあの私ども、えー、フィンテックによって豊かな老後と円滑な相続事業承継を想像すると39、えー、老後と非常に分かりやすい覚えやすい。 行動でございまして、あこれが証券行動です。これ北山先生5年前まで3級6校だったと思うんですあの半あの3級6校と言ってですね、阪神タイガースというと関東地区では全く受けないと。それから老後にしちゃった。<laughs> はい、えですね、そうですね、はい。まああの老後に関係する業務やってますもんね。はい、ということで。 で2年連続で全世界のフィンテックトップ100にランクイン、去年は特に順位が上がったとなってますすそうですねあのおととしが、えー、トップ100の中の92位でございましたが、昨年88位と、えー、4ランク上がりまして、日本の会社でフィンテックトップ100に、これ、アメリカの IDC の調査でございますが、えー、トップ100の中にランクインしている会社は5社でございます。 別に NTT データや野村総研には負けないぞという感じで見てよろしいでしょうか。そうですね、はい。あのフィンテックに関しては負けないというふうに考えております。二十九年前からやってないだろう,う。はい。そうですね。はい。からえっ、ー、と商品というかプロダクトのラインアップこのご説明いただけますか。あの私ども一番私とも皆様方がお使いいただいているのは生命保険加入の時にいまいわゆるライフプランのし 提案書が出てくるとでライフプランの提案書に基づいて就寝保険1000万に入院給付金特約をつけて月額保険料いくらという、まあ、いわゆる見積書が出てきますそれ設計書と言っておりますけどもライフプランでさらには設計書を作ってさらには最近これを申し込むとで申し込む時にですねそれこそあの、えー、生命保険会社の販売員の方は最近はタブレット PC で 生命保険のライフプランの設計から生命保険の設計、申し込みまで一気にすると、まあ、私もこれを生命保険販売のロボティックプロセスオートメーションシステムと、RPA システムと今流行りの言葉そうですね、はい、あのやっておりますけれども、まあ、これが私どものコアプロダクトでございまして、まあ、これ以外に確定拠出のシステムと、確定拠出の加入者の皆様方がですねあの自分のポートフォリオを変えると。 えー、昨日現在の自分の年金資産残高いくらかと見るときのシステムは、実は私どものシステムでございまして、あのおそらく日本で今、180万人ぐらいの,生命あの、えー、確定教室の加入者の方が、私どものシステムを見ながら、ですね、えー、自分の年金資産残高、自分のポートフォリオをどういうふうに変えるかというのをう見ていただいている、まあ、そういうふうなシステムを作っている会社でございます。 小川さんなんかこういうの見るのは好きですよね、好きです申し込まないけど、本当よく見てますよ、申し,申し込んだことは聞いたことがない。将来不安ですもんだって 将来不安なときはです、ねはい、私どものシステムで将来、退職までにいくら積み立てるべきかというのをう計算してです、ねはい、そのためにはど,どういうふうなアセットアロケーションをしたらいいかとどういうふうな国内株式、国内債券外国債券、外国株式をどういうふうに配分したらいいかというのをシミュレーションすると、まあ、私どものシステムでやっていただきたいと思いますまあこれ IR と別に、まあ、今日結構、シニアの方もおられますので。はい 必要ですよ、ね、100まで来ちゃったらどうするんだって人増えてきました、ね、あの今それこそ人生100年時代でありまして、はい、100歳まであの資金枯渇なしにやろうとするとどういうふうなそれこそアロケーションをしたらいいかどういうふうな投資信託の組み合わせをしたらいいかと、まあ、それを私どものシステムがお客様に明確に シシシミュレーションすするとそれが私どものシステムでございますだからいろんな生命保険会社とか証券会社とかでシミュレーションありますがバックで動いてるのはキャピタルセットさんのデータだあのシステムだそうですねあの今、日本の生命保険会社は確か20あ42社、43社が日本の生命保険会社の数でございますがあの実際に私どもが提供している生命保険会社の数が18社、19社でございまして。 だいたい半分ぐらいの生命保険会社さんが私どものシステムを使っていただいていると、で特に私どもの,あの一番使っていただいているのがソニー生命保険のライフプランナーのシステム、ソニー生命の,あのそれこそタブレット PC で皆様方、こうあのえー、設計しているとかこう見積もり書が出てくるシステムをご覧いただいていると思うんですけども、実はあれは私どもの,しあの会社のプロダクトでございますだからそ,うそうやってみるといいんですよね。 いろんなもの、あの某証券会社のファンドラップの提案書システムとか。ファンドラップなんて言ったら、一つしかないじゃないですか。いや、えーえー、まあ、一つじゃないですけども、<laughs> 一応頭に浮かぶのは。のえー、複数社の。これつけてるのの。保険会社の、はいえー、ファンドラップの提案書システムは、実は私どものシステムでございます。 またいまして、20代、30代の若い従業員の皆様方、の投資家の皆様方のいわゆるアセットアロケーションのシステム、さらには退職した後の資金をどういうふうに、資金枯渇なしにどういうふうに運用するかと、さらには相続税の納税をどういうふうにしたらいいかと、これをまあ例えば生命保険なり、ファンドラップでするとすれば、どういうふうに組み合わせするかと。 まあこ今最近、これからは金融商品、保険商品の組み合わせがテーマでございまして、その組み合わせを私どもが AI ・ロボティックプロセスオートメーションシステムでやるというのが、私どものシステムでございます、はい、そして生あんぐさいとこ行いきます、業績、はい、過去3年間、連続増収増収益そうですねあの2016年、私ども売上高42億4000円。 200万あの2017年9月期が60億1100万、昨年が65億4800万でございまして、営業利益も2億4800万、3億4000万、昨年は初めて5億を突破いたしまして、小さいながらも常に増収増益を続けてきた会社でございます今期の9月期決算ですが、今期は単体ベースでいきますと、売上高は67億と。 えー、営業利益は5億6千万円でございまして、あの今年からです、ね、株式会社インフォームという会社、これはあの生命保険、えー、損害保険の上流工程を、えー、設計する会社でございます、この会社を、えー、連結いたしまして、連結期間9か月でございまして、えっと、ご連結するとです、ね、売上高72億、営業利益5億9千0 0万を今予,算予定しております。 これ、えー、と御社の業績って季節修正があって第2と第とがいいいんですよ、ね、そうですすねそうつも第1四半期、第3四半期がマイナスであるとこれはあの、えー、私ども、えー、金融機関さん生命保険会社さんのシステム納品が非常に、まあ、一番の,あの、えー、ウエイトが高い会社でございますので納品がやっぱり3月末と9月末に集中するとしたがいまして私ども9月決算でございまして第1四半期、第3四半期がマイナスであって第2四半期 第四四半期がプラスであると。まあ社外ましたあの,あの私どものあの会社の業績をですね、四半期ことでご評価いただくよりは、通期見て通期、ね、で,で見ていただきたいというふうに考えてい。だからこのデータも第2、3四半は空白で通期がちゃんと出ていると。うん、はい。あの通期はこれあの予定でございまして、第1四半期は、えー、先日発表いたしましたあの第1四半期。 10月から12月の数字でございますこれ、下記より高齢社会における金融サービスのあり方への対応プロジェクトって書いてありますが、これがこれ乗っかってきそうな、ありがたそうな気配なんです皆様ご存知だと思いますが、金融庁が昨年の10月11日に、高齢社会における金融サービスのあり方というあのレポートを出しまして、提言書を出しまして、その中でまあ一言で言うと、デジタルで顧客起点の金融サービスを、金融機関はこれからやっていかないといけないと。 で私どもはそのあたりのシステムを、えー、やると、えー、それこそ4月から、えー、人生100年時代に向けたライフプランのシステムを再構築というあのし、えーまあ、プロジェクトが、えー、複数会社であるというそういう状況でございますだからあえて白くなっている。はい、御社の強みって、やっぱ専門家集団というところでしょうかあの、まあ、私ども、えっと、会社の中で,です、ね、2つのグループがございまして、コンサルティングチームとシステム開発のチームでございます。でコンンサルティングチームは会計士士税理士 えー、アナリスト協会検定会員の資格を持つ者、えー、銀行証券生命保険会社の、えー、従業員のとしての経験があるものでございますがあの開発チームも、まあ、実はプログラマーとしてですねうちの会社に入社すると FP 資格を取らないといけないと。 FPCFP 資格を取ってかつプログラマーでありながらですね証券アナレスト協会検定会員の資格を持つものでさらにはプライベートバンカー資格を持つものというのがおりましてあの従いまして事業、えー、ビジネスも分かってるプログラマーがシステム開発をすると、まあ、これが私どもの特徴でございます。 それからコアのプロダクトということで見ていくと,、えー、と、政府の申し込みのペーパーレスシステム、これはさっき言った RP につながってくるということですねこれはもうそれこそ、あのこのタブレット PC でライフプランニングをやりながら、えー、生命保険の設計をして申し込みをすると、これ、今あのそれこそ申し込みもですね、まあ、昔であれば初めてお客様に会って、ですね、えー、7日間、10日間ぐらいかかるところですけど今は初めてお客様に会ったその日から、えー、その日のうちに、えー、契約締結できると。 これ告知扱いもできると告知扱いというのは過去2年間で入院しましたか、はいと胃潰瘍で入院しました手術しましたかと,ということであればですね通常の保険料が月額例えば2万円であるけども2万2000円であれば引き受けしますというのがこう画面上出てまいりましてでそれで OK であれば告知扱いもその日のうちに、えー、保険契約締結できるという。 したがいまして生命保険販売におけるロボティックプロセスオートモーションシステムであると間違いようがないとしたがいまして生命保険の販売員の、えー、ビジネスもです、ねそのえー、非常に変わってきて今まで25日にです、ね、業務がすべて、えー、重なるところがです、ねえー、1か月の中で平準化できるとしたがいまして生命保険販売員の人もです、ね、働き方改革がそこでまあ実現できるというそういうまあシステムでございますね。 時間もなくなってきたので、はい、えっとちょっと急ぎ足でいきますが、はいえっと、相続関連のシステムを、えー、今相続というのが日本のテーマでございましてあのこの相続に対してです、ね、いかに財産を分割するか円滑に財産を承継するかとそれを、まあ、例えば生命保険とファンドラップの組み合わせであると,、えー、というところでございますこの辺りのシステムを、まあ、私ども、えー、対面証券会社さん えー、金融あの銀行に今提供し,ようとしておいるいま細かいところは夕方のそうですね説明会でもお話しいただくと。ねはいはい、金融庁のあの今の提言というのは今の六十歳の日本人が二人に一人は九十、えー、歳まで生きると。えー、で世界分散投資をしないといけませんと。で退職後もですね取り崩ししながら、えー、運用しないといけませんと。収入額と支出額をでさらには いつこのままでいくと資金枯渇するかというのが見える化しないといけませんと、でそれをデジタルでやらないといけませんと、まあ、デジタルで顧客起点の金融サービスをやるべきだというのが去年の10月に金融庁から出たレポートでございまして、私もまさにこのシステムを今作って、それあのリリースしようとしていると、その直前という、そういう状況でございます。はいまあ、あのスマホいののよね、はい、あの私も、えースマホの いわゆる自動家計簿マネー・フォワードさんと提携しながら、ですねマネー・フォワードさん、マネー・トリーさん、複数のアカウントアグリゲーション、自動家計簿の会社さんの自動家計簿と連携しながら、ですね生命保険と投資信託の設計をすると、死んでしまうと死亡保障リスクと生きながら得るリスク、人生100年時代に対して、ですねいくら投資したらいいか、どういうふうな資産配分をしたらいいかと。 でさらにはそれが難しければ60歳退職じゃなくて63歳まで働いたらですね、作ってもらっております。えという、そういうそのあの、えー、ポートフリを書いたらどうなるかと、さらには、えー、退職を若干延長したらどうなるか、そのあたりのシミュレーションができるシステムを私ども3月にリリースいたしますそして青山財産ネットワークとの,お、まあ、あの提携、これも発表されました。ああの青山財産ネットワークスはあの えー、企,企業経営者資産家のコンサルティングをやっている会社でございまして私どもはあの、えー、銀行証券生命保険会社以外の私どものシステムの販売チャンネルとして会計事務所ネットワークその一つのネットワークとして青山財産ネットワークスの システムを構築するでさらには資本今回資本提携、えー、業務提携をやりましてで今回の資本提携は35万株日本 M&A センターが引き受けると20万株はキャピタルアセットプランニングが引き受けるというところでございましてそれこそ事業承継財産承継日本 M&A センター青山財産ネットワークスでそのシステムを サポートするのがキャピタルアセットプランニングという、まあ、そういうふうなところで,です、ね、今あの今回、事業承継、財産承継の発表をしたわけで資産管理システムの,この実,実地版ということですねそして最後、投資家さんへのメッセージ頂戴できればありがたいですがあの私ども、えー、っと安定的な、えー、売上、えー、形計上のためには先ほど申し上げました金融庁の高齢社会における、えー、金融サービスの在り方 を元にしてですね、ライフプランニング再構築をすると、先ほど生命保険申し上げました生命保険のロボティックプロセスオートメーションシステムをやりながらですね、自動化警防とライフプランを結びつけながら、スマホベースでデジタルで高齢社会の金融サービスの在り方っていうのを追求しようというふうに考えているわけでございます。新たなネットワークとして、青山財産ネットワークにも提供するというところでございまして、今までの受託ビジネスプラス、 えー、プラットフォームビジネスを、まあ、そのバランスをこれから追求していこうというふうに考えているわけでございます最後に、2月末での分割を発表されましたよ、ねはい、あの私も次のテーマ、今、東証2部でございまして、次のテーマ、次のステージにいきたいというふうに考えておりますが、今、一番足らないのは、個人株主の数でございまして、9月末で、えー、1800人弱であると。 一部に行くためには2200人の株主数が必要でございましてもっと買いやすい一段元の株価にしてですね多くの個人投資家の皆様方に買っていただこうというふうに考えているわけでございます今日全員買ってもらったら充足しますすそうでね個人投資家の皆様方にさらに私ども個人投資家の皆様方のシステムを提供できる会社として 今後とも発展、成長していきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいというふうに考えております株式会社、キャピタルアセットプランニング代表取締役、北山雅一さんでしたありがとうございました。